はい、1食目食べてきてます。オートミール35から40グラムと、プロテイン、まあこれも30グラムぐらいかな。30グラムから35グラムぐらい。で、大体カロリーが多分250とか300ぐらいの朝食と、コーヒーですね。コーヒー500、ブラックコーヒー500ミリ、バイタス、ビタミン、マルチビタミン、カルニチンは有酸素前飲んでるので飲まなくて、オメガとマカ。で、最後の食後にビオ3とか、腸内環境を整えるために飲んでます。いただきます。まず。あ、いいね。めっちゃいいじゃん。おー、めっちゃいい。小水風呂、氷付きで。入るときにしたほうがいい。あ、めっちゃいい。あ、超熱い。ちょっと鈴が作ったこれを作ったにも入らんぐらいの、いや、そのホッケかけんのやめて、めっちゃ簡単で今から食うんだよ。これはバナナをチョコで、チョコじゃない、バナナにココアパウダー、ココアパウダーまぶして冷凍、まぶして冷凍らしいで、これはもうほとんどあれだね。ココアパウダーはなんつったっけ、さっき糖質ゼロではない、1杯の24カロリー、24カロリーぐらい、まあ、バナナとかも悪くない。いただきます。あ、めっちゃうまい。メロ、うん、うん、ココアだけうまい。ちょっと、うん、うん、うまい。甘くない？うん、バナナの甘さ合うくだ。そう、アイスだからそんなあれだよ。うん、うまっ。4食目か5食目か忘れたんですけど、ラストの食事になります。これは低脂肪の、低脂肪というか、まあ脂肪ゼロ、脂質ゼロのヨーグルト 100g に、プロテイン、チョコレートのプロテインを混ぜて、まあ、あとは適当なんだけどブルーベリーをいくつか入れてっていう感じで作ってます。まあ、だいたいピーカロリー、総カロリーで100いかないくらいで、まあ、プロテイン、ファットがゼロなので、まあ、結構甘いし、甘いもの食べたい時とか、最後夜に、タンパク質されてない時に食べるようなものですね。